田市のいいちこ総合文化センターで行われたクラシックコンサートは、県芸術文化スポーツ振興財団が開催しました。今日は0歳児から主に未就学児の親子およそ40組が参加。県出身のフルートとクラシックギターのデュオ、藤田恵子さんと溝口真一さんの生演奏を楽しみました。0歳7ヶ月です。とても良い体験になりました。いい感じちょっとこう硬い感じなのかなと思ったんですけど、すごい楽しく弾けたのですごく良かったです。親子を対象にしたコンサートは来年2月13日にも開催される予定です。